リモートニュースの時間です。盗難防止装置が鳴っていました。先日、会社近くの駐車場で盗難防止装置が鳴っている車がありました。CIA マドンナ兼経理の本田さんが現場で実況しています。本田さん、現場の本田さん。どうしたらいいか分かんないみたいな。うろうろしてた。何、私のことがない。どこだか分かんないんだよ。あれでは違うの？2代目ニュースキャスターはもちろん本田さんです。以上、リモートニュースの時間でした。